ございます。こんにちは、こんばんは。皆さん改めまして OSU の4期生ハマってかまってほしいのパステルピンク担当マリアこと星野マリアです。よろしくお願いします。さて始まりましたマリアのおしゃべりボックス、今回もお聞きいただきまして誠にありがとうございます。 OSU の YouTube チャンネルを使ってラジオ形式で毎週お届けするトーク番組です。初めての方もこれを機に聞いていただけたら嬉しいです。今回で第5回目の放送なんですが、皆さんが聞いてくれたから私は5回目を迎えることができたなと思います。そしてですね、私たち OSU はですね、 OSU からの派生ユニット招き猫 from OSU とレディーノート from OSU が異なるレベルから同時リリースをすることが決定しています。イエイ。はい、ということでね、リリースイベントがいよいよ始まるということで、リリースイベントもラストスパートということで、来週からインストアイベントが始まりますということでですね、私はね5月26日から特典会は始まってるんですが、皆さんがたくさん CD を買って私たちに会いに来てくれてとてもとても嬉しいんですが、ラストスパートも頑張りたいと思うので、皆さんぜひご協力よろしくお願いします。いっぱい聞いてください。ということで前置きはここまでにしておいて、ここで1曲聴いていただきましょう。最近チーム別のライブがやれてないからすごくね、もうね体がね早く動きたいと思ってます。この曲を聴いていただきたいという人はたくさんいると思うので、ジスタといえばこの曲しかないですよね。元気いっぱいお届けしたいと思います。グローイングスターでラブラブハリケーン。グローイングスターでラブラブハリケーンでした。この曲はですね、
若さがやっぱり一番出てて、一番OSの中でも元気になれる、元気で盛り上がれる曲になってるなと思うので、皆さんもライブ会場に来たらたくさん飛んでたくさんはしゃいでいただけたらいいなと思っているので、皆さんぜひライブにも見に来てください。よろしくお願いします。のおしゃべりボックス、ここからはゲストの方とトークをするコーナーです。今日はこの方に来ていただきました。自己紹介の通り、落ち着きが本当にないのか、この星野が暴いてしまいたいと思います。それではどうぞ。はい、お邪魔します。6期生のグレータンとおしゃべり大好き、おちおちしてられないおちあずはです。よろしくお願いします。お願いします。あずはちゃん、ついに来ましたね。はい、はい、ついに来ました。楽しみでしたか？はい、ずっといつ呼んでくれるのかなってちょっとワクワクしてました。本当ですか？前回の前回、はい、前々回はみさきちゃんがね、同期のね、はい、みさきちゃんが来たんですが、はい、はい、今回もね、あずはちゃんとたくさん話したいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、ね、あずはちゃんは最近はどうですか？はい、調子は最近調子ですか？うん、調子いいですよ。元気です。元気、はい、風邪ひいてないですか？風邪ひいてないです。本当に落ち着きがないのかを、はい、ちょっと今日は確かめたいんだけど、はい、あずはちゃんは本当に落ち着きないんですか？落ち着きないですね。なんか話すときにすごい、ね、ちょっと待ってね、待って待って待ってみたいな言ってる。言ってますか？言ってる。言ってます。言っちゃいますね。言ってる。あの楽屋でね、グローイングスターはいつもうるさいんですけど、はい、あずはちゃんはなんかいつもね、じっとしてない動いてるの、なんか、はい、歩いてたり携帯触ってる時もなんか、なんだろうね、携帯触ってない時がないっていうか、はい、なんか何も持ってない時がない、とりあえずないですね。コロコロずっとやってます、ね、そうやってるね、はい、あと靴下履いてたりね美容にね、はい、ちょっと敏感でね、すごくいいなと思うんですけど、はい、じゃあ、あずはちゃんの最近、はいはい、ハマってることは何ですか？ハマってることですか？はい。最近ハマってること、うん、まあ夏だし、夏だし、なんだろう、なんですかね、最近本当に、ハマってること、意外とない。意外とないです。私無趣味なんですよ。無趣味なの？はい。そうなんだ。結構あんま趣味なくって。じゃあ、一、はい、日の過ごし方を教えてほしいな。はい。朝、起きる。起きる。だいたい9時とかには起きれたらいいなで、起きる。お？ちょっと遅いな。はい。まあ、夏休みなんで。あ、そうですね。寝だめをしないと。そうですね。はい。起きる。課題をする。ん？課題をします。あ、課題をします。はい。はい、課題がすごくたくさんあるので、いっぱいね、やってるよね、いつも。ちょっとずつ、やってます、はい。やります。やります。はい。まあ、イベントがない日とかだと、うん。そのままご飯食べたりとかして、まあ一日課題をやったり、うんうん、永遠とやります。はい、まあ自分のなんかネイルしたり、あ、好きなことをやったり、もうネイルうまい、すっごくうまい。ありがとうございます。この前マッサージもやってもらったから、はい、足のむくみが取れました。はい、ありがとうございます。いつでもやります。ありがとう。もう嬉しいです。ジェルネイルね、やりたいんだけどね、はい、あのね、まあ、爪がね、すぐ割れちゃうの。はい、なんか割れちゃう人ほどこそ。ジェルネイルっていいですよ。あ、そうなの？はい、強くなるの？はい、分厚くなるんで、その分。そうなんだ。爪割れなくなります。え、じゃあ今度お願いします。はい、いいですよ、いつでも。ありがとう。やります。で、課題、はい、ちょっと前を前戻って、はい、課題をやって、まあ、ジェルネイルとかしちゃって、ね、ネイルとかしちゃって、まあ、部屋の掃除とかもしちゃって、で、まあ夜ご飯を食べ、お風呂に入り、夜携帯をいじりながら眠りにつく。あ、幸せ。はい、こんな感じですかね。いいね、いいね。はい、ポケモン GO、 ポケモン好きだよね。ポケモン好きです。ポケモン GO とかやらないの？ポケモン GO は、あの、私ちょっとひねくれてるところがあって、うん、周りがやってるものはやりたくないんです。わかる。わかりますか？ね、マリアもポケモン GO やってないよ。まあ言ってましたね、うん、あのラジオで。そう言ってた、はい、前回も言いました。はい、なんかみんながやってると、はい、なんか流行りに乗りたくないなみたいな。わかります、ね、なんで今まで流行ったパズドラとかもやってないです、うん、私やってないんだ。はい、ツムツムとか。ツムツムはディズニーが好きだったんでやってたんですけど、うんうん、そんなもうめっちゃガチではやってなかったです。めっちゃ暇な時にしか開かないみたいな。そうだよね、ちょっとわかる、はい、そういう人多分いると思う。この今聞いてる人もいますかね。ちょっとひねくれてるんですよ、うん、私こういうところ。うん、ちょっとそれわかる、はい、だからね、はい、ちょっと最後までね、貫き通そうと思う、はい、貫き通しましょう。やらない、一緒に。そう、はい、やらないどこ、やらないときましょう。だからね
ね、無趣味なんだね今も。はい、無趣味ですね。なるほど、ということでね、はい、これからもね、グローイングスターで一緒だからね、はい、はい、頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。はい、お願いします。ということで、あずはちゃんはおしゃべりが大好きということで、はい、あの曲ですかね、そうやってね、はい、思ったらね、はい、あの曲ですね、女の子がね、はい、いっぱいしゃべるっていうね、あの曲ですかね、はい、それでは行きましょう。せーの、ガールズガールズトーク。こちらのコーナーに行ってみましょう。教えてマリア様。今週もやっちゃいます、私の得意分野のこの企画、悩める子羊たちの相談をマリア様が解決してあげようという善意に満ち溢れたこのコーナーです。しかもなんとなんとなんと無料です。ただしその悩みが私が甘えだと判断された時、甘えた根性を叩き直すお仕置きが待ち構えていますので、皆さん楽しみにしていてください。そのお仕置きはですね、その時まで教えませんので、皆さんちょっとね、ちゃんとね、用意をしてね、何を用意するか分かんないけど、はい、楽しみにねしていてください。ということで、あずはちゃん、悩みは決まってますか？はい、決まってます。おー、ちょっと楽しみですね。はい、じゃあ私にその悩みを告白してください。え、じゃあマリアちゃん聞いてください。はい、私の悩みは、はい、アイドルなのにアイドルっぽくないところが悩みでなんですよ。それを教え、アイドルっぽくなれる方法を教えてください、マリア様。はい、あずはちゃん、その悩み私が解決してあげましょう。はい、はい、お願いします。それはですね、はい、なんか本とかにさ、はい、なんか自分が可愛くなれる方法とか載ってるじゃん。はい、でマリアがよくやってるのは、家で暇な時っていうか、はい、まあ、携帯触ってる時とか、はい、テレビ見てる時とか、はい、割り箸をね加えてる、こうやっていいって歯に。あ、え、だからマリアちゃんの笑顔ってそんな可愛いんですね。可愛くないよ。可愛いですよ。可愛くないけど、はい、なんか最初マリア入った時に、はい、口角が上がらなくて、はい、笑えな、全然笑えなくて、はい、それがすごくコンプレックスで、はい、割り箸を加えるとなんか、はい、めっちゃ口角が上がって、はい、ちょっといい感じになれるらしいから、はい、やってみると、はい、いいと思います。はい、いいと思います。それやるとね、はい、いつもね死んでる顔もね死んでないけどすごい可愛いよ。いや、自信持ってください。ありがとうございます。じゃあ自信持ちます。うん、割り箸を加えて自信を持ちます。そうだね、割り箸を加えて自信を持つこと。はい、はい、それがね悩みをね解決する方法だと思うので、はい、
今日はですね、はい、甘えだと思いませんのでお仕置きはありません、はい、ありがとうございます。はい、私もねそれ克服できたので絶対頑張れると思います、はい、頑張ります。はい、いつもねあずはちゃんねマリアにねちょっと私ニキビがね今思春期であるんですけど、それをね直す方法とかいっぱい教えてくれて、はい、ちょっとありがたいので今日は恩返しをしました。ありがとうございます。はい、ということで以上教えてマリア様のコーナーでした。一曲聴いていただいた後はお便り紹介と OSU インフォメーションです。3曲目に聴いていただくのは OSU で、せーの、もうすぐキスだよ。
ていただいたのは OSU のもうすぐキスだよでした。OSU 星野マリアのおしゃべりボックス。はい、ここからはお便り紹介に移りたいと思います。ラジオネームドラアットヘビドシさんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。おいきなりありがとうございます。よろしくお願いします。なぜか YouTuber を目指している星野さんと高田さんですけども、参考にはなりますが、 OSU オフィシャル動画での一番多いのがスプリング献血キャンペーンで、同期の望月さんが初めて献血をして星野さんのサイン入りマグカップを当てた動画で約4万1000回数です。ということは、何かしら社会貢献をしてちょっと感動した風に仕上げたら良いのかもしれませんね。あるいはアデマ TV で大喜利クイーンになった高田さんの面白大喜利が特技の顔芸を披露するのもありかもしれませんとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私とねめいちゃんがね YouTuber を目指すためにコンパスココアっていうチームをね組んでね、今 YouTuber を目指して YouTube にたくさんアップしているんですけども、そうだね、望月さん綾乃の動画すごいね、4万1000回はね、すごいですね。すごいね。そう、この時私、あずはちゃんいなかったよね。はい、いなかったです。そう、なんか献血をしたら、はい、なんかくじ引きなのみたいなのあるんだって、はい、それで引いたのがもう本当にいろんなお菓子とかねティッシュとかもあるんだけど、はい、マリアのマグカップだった。だから綾乃ちゃんがいつも事務所で飲むコップがマリアちゃんのサインが入ってるんですか。そう、サイン入りのでいつも レッスンの時は水飲んでて、はい、そう、すごいよね。すごいですね、確率がすごいですね。もうメンバーの当てるのはね、あやのはすごいなと思うので、ね、こんなね、いい面白いね、いい感動するね動画も上げていきたいと思うので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2人目はラジオネーム七福神さんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しみにしています。いきなりですが、マリアちゃんは OSU の歌の中でもお気に入りの歌は何ですか。私はもうすぐキスだよが大好きですとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。もうすぐキスだよ、さっき出しましたね、はい、出しましたね。はい、聞いてくれましたかちゃんと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私はですね、好きな曲ですか、やっぱりグローイングスターのラブラブハリケーンが好きです。あの、初めてグローイングスターでチーム曲できたのがその曲なので、はい、すごい盛り上がるし楽しい曲で、歌詞もね自分たちで考えたのもねあるからね、はい、好きだなと思います。あざちゃんは何が好きですか。私はそうですね、まあ、もちろんグローイングスターのラブラブハリケーンも好きなんですけど、うん、でも、はい、私が一番好きなのは、AGIRL とか好きですね。 AGIRL とガールズガールズトーク、うん、さっきです。さっきね、はい、ガールズガールズトーク流した時もね、はい、GGT がいいって言ったから、はい、はい、好きですね。かわいい、かわいいね、好きですね。ちょっとねおもちゃ箱みたいな、はい、ガールはねかわいいです。なずはちゃん似合ってますよ。ありがとうございます。最初に覚えた曲は何最初に覚えた曲はガンガンダンスですね。ガンガンダンス難しいよね、はい、オーディションの時の課題曲がガンガンダンスで、そうなんだ、歌とダンスを初めに覚えたのはガンガンダンスですね。大変ですね、はい、私もねガンガンダンス覚えるのが大変でした。難しいですよね。ですね。エガールはみんなね、あの多分その聞いてる方もね覚えようと思えば簡単に覚えれると思うので、はい、覚えてぜひライブに来てください、はい、お願いします。お願いします。またおしゃべりボックスは OSU メンバーへの質問やお便りも受け付けています。マリア様へのお悩み相談も受け付けていますよ。メールアドレスはマリアボックスアットマーク osu-idol.com、 マリアボックスアットマーク osu-idol.com までお送りください。お待ちしています。ということでお便り紹介でした。 OSU インフォメーション、ここからは OSU の告知をしていきたいと思います。はい、まずはですね、私たち OSU は OSU からの派生ユニット、招き猫 from OSU とレディーノート from OSU が同時リリースをすることが決定しました。イエーイ。はい、あずはちゃんはね、はい、2つのねチームに入ってないですけど、はい、特典会にもねたくさん出てるのでね、はい、みんな来てほしいなと思います、はい、8月10日にアルバムをリリースするので、皆さんインストアイベントも来週からスタートするので、皆さんぜひ来ていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。
ということで第5回目のおしゃべりボックスいかがだったでしょうか。あずはちゃんどうでしたか。私楽しかったです。今日楽しかったですか。はい、すごくよかった。話嬉しい。なんかあの悩みも解決することができたし、はい、やっぱマリアちゃんとすごくね仲良くなれたような気がする。そうだね、はい、ちょっとよろしくね。はい、お願いします、うん、ちょっとさこの前あずはちゃん似てるって言われたんですよ。ファンの人にも。本当ですか、うん、めちゃくちゃ嬉しいです。あと写真とか似てるって言われる、ね、先輩にも。へー、だから双子ちゃんよろしくね、はい、お願いします。仲良くしてね。お願いします、はい、ということであずはちゃんもねまたね、はい、引き続き出ていただけたらいいなと思います、はい、ということで皆さんも引き続きおしゃべりボックスをよろしくお願いします。では最後にこの曲を聴きながらお別れしましょう。あずはちゃんも私も大好きなこの曲 OSU で笑顔。また来週バイバーイ。バイバーイ。さよなら。バイバーイ。